カニシカ一世は、クシャーナ朝の君主、ビマカドフィセスの子。カニシカ一世は、クシャーナ朝の中で最も名の知られた王であり、バクトリア語資料では、カッパアルファーニューイータカッパイプシロンカッパアルファーニュー、漢訳物典では、カーブラ食カなどと表記される。後の時代に、カニシカ二世がいたことが知られるが、一般に、カニシカ王といえばまず間違いなく、カニシカ一世を指す。 カニシカの出自は長く不明であった。カニシカ以降の貨幣名分へのインド文字使用停止や、法丹出身地説、衝撃施設などの各種根拠により、カニシカは前代までの王と血縁がなく、王位を散脱して新たな王朝を築いたという王朝断絶説は有力であった。法丹出身地説の根拠の一つは、カニシカと同時大臣で王の三知人の一人である。 仏教詩人や芝豪者の作と伝えられ、カニシカ王の没後間もなく、作られたらしい、王僧言教論第六巻に、我が昔引き、交差し中王、名魔断カーブラ、内東天軸と記す。ママユミとは、宝丹の古名であり、カーブラとはカニシカを指すことから、ママユミカーブラでは、宝丹出身のカニシカとなることが挙げられた。しかし、1993年に、 アフガニスタン北部のラバータクで発見されたギリシャ文字、バクトリア語碑文の発見により、カニシカはビマカドヒセスの息子であることが確認された。カニシカが王位を得た後に根拠地としたのは北西インドであった。彼は北西インドの都市プルシャプラを首都とした。カニシカは一族老党を引き連れ、夏はアフガニスタンの草原へ、冬はインドの平原へ移動した。 地方の有力者を従属させ、王の中の大王として君臨した。東武領支配のため、京のデリー近くのマトラーを服徒とした。マトラー近郊のマート遺跡から出土した、カニシカの立像は、中央アジア風の街灯をまとい、ズボンを履き、フェルト製の長靴を履く。街頭裾には、大王、王中の王、天使、カニシカの名文がある。カニシカは、 ガンジス川を下って遠く、インド東部地方にまで勢力を拡張することを目指した。ネパールのカトマンズやガンジス川中流のサールナートを支配下に入れ、パータリプトラ近辺にまで迫った。さらに、カニシカの発行したコインは、ベンガル地方からも発見されているが、これが征服の痕跡であるのかどうかは不明である。一方で仏典の記録には、カニシカはパルティアと戦って、 大勝利を収めたとする記録がある。それによれば、当時のパルティア王は甚だしく凶暴であり、クシャーナ朝の領土を侵略したので、カニシカ王はこれを迎え撃って勝利し、パルティア人を9億人殺したという。この数値は明らかに誇張であり、また、パルティアとクシャーナ朝は国境を接していたことから、当然紛争があったとは考えられるが、カニシカの対パルティア戦の実態は、よくわかっていない。 カニシカの時代には、クシャーナ朝は、ガンジス川中流域、インダス川流域、さらに、バクトリアなどを含む、大帝国となっていたが、彼の知性の後半以降、クシャーナ朝に関する記録は乏しくなり、その歴史の詳細はわからなくなってしまう。カニシカの後、おそらく息子であるバーシシカが多いを継いだ。カニシカの在位年については長く議論されてきているが、 現在に至るまで定説と呼べるものはない。年代推定の根拠となるのは以下のような点である。などである。カニシカ紀元74年から98年頃がバースデーバの知性であったことが考古学的に知られており、ここから逆算してカニシカ紀元の第1年が西暦168年より前であると推定されている。こういった証拠とその他のわずかな傍証から、 カニシカオの在位年代が推定されている。フランスの学会では144年の173年説が多く支持されているが、なお定説とは言えないという。インドの学者、陸シとは144年の164年頃と主張し、また他にも多くの説がある。しかし、おおむね2世紀半ばの人物であるという点では、いずれの説も一致している。クシャーナ王国の包括的。 融合的性格を端的に示す特徴の一つに、王の称号の記載方法がある。王国では、諸民族が君主に用いた多様な称号を、そのまま採用した。例えば、カニシカの称号の一つは、シャーヒムローダマハーラージャラージャイコールアティラージャ、デイバプトラカイサラである、カニシカ王であった。シャーヒは、月史の伝統的な言葉で、王を示す。ムローダは、クシャーナ族の前に、 インドを支配したサカ族の言葉で主張を示す。マハーラージャはインドの言葉で大王を示す。ラージャイコールアティラージャはイランに由来する言葉で長の王を示す。デーバプトラは中国に由来する言葉でデーバは神プトラはこの意味で両方をつないで天使の意味となり、中国の天使をインドの言葉に翻訳したもの。カイサラは ラテン語でのカエサルを示す。他に、中央アジア系の称号である、ヤクブペルシャ語のシャー、ギリシャ語のバシレオスなども用いた。カニシカイモ、カドフィセスから、イシカ系列に王名が切り替わっていることや、カニシカが独自の暦を定めていること、両カドフィセス王時代のコインではギリシア語の称号を、ギリシア文字で、プラークリット語の称号を、カローシティ文字で、 平気する様式であったのに対し、カニシカ王以後は、バクトリア語の称号を、キリシア文字で記したものに変化していることなどを根拠として、カニシカ王による王朝皇代説が長く多くの学者によって唱えられてきた。これを傍証するものとして、チベットの伝説に、ホータンの王子ビジャヤキールティがカニカ王とグザン王と、共にインド遠征を行ったというものや、観約物典の中に、 カニシカが宝ン出身であるとほぐせるものがある。しかし、前述のラバータク碑文の解読から、この王朝交代説に大きな反証が提示された。この碑文は、この地方のカラルラングであったシャファルに対して、カニシカが彼の祖先の彫像を収める神殿を建設することを命じたことを記録するものであり、碑文の中に、カニシカの祖先として、ソソフクジュラカドフィセス。 ソフビマタクトゥ、トービマカドフィセスの名が記録されていた。この碑文は、クシャーナ調子の研究に大きな見直しを迫るものとなった。カニシカオが仏教を保護したことは、多くの仏典に記録されている。仏典の伝説によれば、カシミール地方の王に、神ンという人物がおり、仏教に帰して出家し、スダルシャナと称して、カシミールで法を説いていた。 カニシカは彼の噂を聞いて、その説法を聞きに行き、仏教に帰依するようになったという。カニシカ王は各地に仏塔を建造したことが知られているほか、彼の地位性に仏典の第四回結集が行われたとも伝えられている。同じく仏典の記録によれば、カニシカ王は中部インドに遠征軍を派遣し、攻撃させた。同地の王は和平交渉を行い、 カニシカ王は3億金を要求した。同地の王がこれを支払い不可能であると回答すると、カニシカ王は2億金を減額する代わりに、宝のフッツバチとサーケータ出身の詩人、アシュバ号ャを送るように要求した。アシュバ号ャは、同地の王に広く諸国に仏道を広める道理を解き進めた。中部インドの王は2つの宝をカニシカ王に与えることにした。こうして、 カニシカオの下に来たアシュバ号車は、カニシカオの手厚い待遇を受け、大臣マータラ、医師、チャラカと並んで、産地人とされ、カニシカオの親友となり、カニシカオの精神的な師となった。日本や中国の仏教徒の記録では、カニシカオは大乗仏教を支持していたとされるが、実際には、大乗仏教とカニシカオの関係は、あまり強くなかったらしい。 アシュバ号社の残した作品などから、カニシカオの支持した仏教とは、伝統的保守仏教、特に説一切有部であったと言われている。実際には、カニシカオは、仏教だけではなく、他の宗教との関係も濃密であった。彼の発行したコインには、芝神、太陽神、月神、スカンダ神、ビシャーカ神、歌神、風神など、伝統的な、 インド等の神の図像が表されている。また、彼の支配した時代のタクシラにはおそらく、ゾロアスター教の配下神殿と思われる建物も存在している。表の名文には、ギリシャ文字で、オミクロンオミクロンオミクロン、オミクロンオミクロン、蝶の王、カニシカ王とあり、裏には、太陽神、ヘイリオスをはじめとする多くの神々の像が描かれたり、稀には仏陀が描かれたりもした。 クシャーナ族のタムが、ありがとうございます。